おやすみ。おやすみ。パパ、これ食べないでよ。大丈夫で食べないよ。大丈夫大丈夫。はあ。よし、もうちょっとだ。パパ、はい、こんにちは。まえちゃんねる前原です。今日はこちらですね。うん、クローナーボムです。はい、こちらですね、現在滞在しているアメリカのトイザラスで購入してきたものです。はい、スパイゲームみたいなやつだね。うん、早速開けていきましょう。はい、はい、中にはこういったクリップ入ってましたね。うん、はい、そしてなにやら紐があるんだね。うん、こういうところに引っ掛けていくんだと思うんだよね。あ、うん、これがね、爆弾になってんだね。うん、で、シングルモードとクローノモード、うん、2つあって、シングルモードっていうのはあれだな、爆弾が爆発しないやつ。うん、ただあ、じゃあ練習モードみたいな感じだね。で、クローノモードっていうのをやると、ここにね、残り時間が出ますで、時間が0秒になると爆発するんだけど、うん、ここに反応するとこの次元爆弾の秒数がどんどん減っていくと。シュワ、はい、これがスタートボタン。もう一つ、はい、残り何分になってる？30秒ぐらいか。うん、で、これが触れるとどんどん秒数が減る。うん、こんな感じ。爆発した。面白いね、これね。時間内にこのボタンを押せれば成功。うん、こういう成功音楽が流れます。じゃあ早速セットしてやってみようか。はい、はい、じゃあやっていこうか。はい、こういうルールでいきましょう。うん、まずね、ここを、くぐっていいんだけど、くぐったらこのくぐった場所では必ず顔を出す。そうそうそう、こうやって体を起こす動作をしましょう。うん、紐は必ず2回またぐ。あ、まあ、ここでまたいでもいいし、こっちでまたいでもいいし、うんうん、っていうようにしましょう。はい、で、この三角の紐は必ず顔を出すね。うん、OK、 じゃあ1分間エイシン君頑張って。爆弾止められるかな。はい、1分スタート。スパイエイシン。そう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 。お、紐に触れてるけどならない。よかったね。最後こっちくぐる。何秒だ。41秒。お、結構いいね。イエーイ。19秒しかかかんなかったの。うん。じゃあ次パパやりましょう。はい、はい、じゃあ今度はパパ、はい、頑張ってください。頑張るよ。いきます。はい、はい、スタート。スタート。まずここで顔を上げなきゃいけないね。これ大変。うん、よいしょ。パパ頑張れ。あ、やばいやばい。嘘、すごい。残り27秒。嘘、ちょっと待って。18秒。すごい。2回ぐらい当たったね。うん大人の方が難しい。うん、ということで面白いゲームだったね。うん、うん、ちょっとね、狭い感じに作っちゃったけどね。うん、うん、でもアメリカらしいゲームでしたね。はい、はい、ということで今回はクローナーボムでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。